はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はこちら、ソウルビート。こちらの商品はですね、マイクが一体型のゲーミングヘッドセットになります。以前ね、私の動画でソウルビートの LB903 というのを紹介したんですけども、今回はですね LB901 ですね。こちらのね、商品もいい商品なので紹介したいと思います。そしてお値段の方がAmazon で3980円で販売しております。まだね、値段聞いただけだと高いのか安いのかわからないと思いますので、これから説明していきます。まずは届いた箱を見てみましょうか。黒いパッケージで赤い文字でかっこいいんですよね。箱もしっかりしてるんですよ。個人的に私は箱とかも大事に取っとくタイプなので、しっかりしてる箱は嬉しいですね。こちらが箱の側面になりますね。こちらはオーディオ変換ケーブルの絵が描いてありますね。箱の裏面ですね。これがいろいろ簡単な商品の記載がされてあるんですけど、日本語、英語、韓国語、スペイン語、ドイツ語、さまざまな言葉で書かれてます。外国の方にも親切ですね。こちらが反対側の側面になりますね。英語で記載されているんですけど、中にちゃんとした日本語の説明書がありますから大丈夫ですね。それでは開けて箱の中身を見てみましょうか。私もたくさんの箱を開けてきましたけど、この箱を開ける瞬間が一番ドキドキして楽しいんですよね。商品が見えてきましたね。まだ梱包されてて分かりませんけど、プチプチでしっかり覆われてます。それでは本体を出してみましょうか。しっかりとこうやってクッション素材で覆われて、商品が大切にされてるのがいいですね。それでは最後のビニールを取ってオープンです。おお、こちらがヘッドホン本体になりますね。それじゃあイヤホンのケーブルが袋に入ってるんで、こちらも開けましょう。これがイヤホンのケーブルと、あとリモコンになりますね。ケーブルも触った感じしっかりしてますね。そう簡単に断線とかもしなそうですね。はい、こちらがですね、商品の箱に入っていたものですね。ヘッドホンの本体と説明書、オーディオの変換ケーブル、この3つです。説明書になりますね。少しだけ中身を見てみましょうか。もちろんね、日本語の対応もあるし、あと中国語、韓国語、英語、先ほどの箱の外側の外国語は入ってるみたいですね。オーディオ変換ケーブルです。こちらはですね、パソコンでゲームやスカイプなどのチャットをするときに、マイク端子とイヤホンの端子をパソコンに挿すときに使用します。はい、それではね、本体の方を見ていきましょうか。全体的な形はヘッドホンのシンプルな形をしているんですけど、黒を基調としていて落ち着いた感じなんですよ。で、部分的に赤色が入っていて、そこがね、際立って赤と黒がマッチしてかっこいいんですよね。いいデザインですね。そしてね、さりげなくこうやってソウルビートって入ってるところがいいですね。それでね、この耳の左右に入っている赤いエンブレムみたいのがかっこいいんですよ。このソウルビートって入って車のエンブレムみたいな、いいですね。あとはね、見た目だけじゃなくて、この頭の素材を実際触ってもらえると分かるんですけど、柔らかいし、あとこの耳の部分ですね、結構ふかふかしてて、これは長時間つけてでも痛くならない素材ですね。あとはこのイヤホンの耳の中の赤い部分ですね、メッシュの、外からは見えないんですけど、この見えない部分にも色を入れてこだわりがあるっていうところがいいなと思いました。僕個人としてはこのイヤホンの耳の外側のこの形、ちょっとカクカクした、これがかっこいいなって思いました。それでね、マイクは左側についてます。これ右左ありますので、左側にマイクが来るようになってますね。で、こうやって上下にこう動くようになってます。このマイクもね、柔らかい素材で、こう、当たったりしても痛くないし、折れないし、で、口元でね、ちょっとこうやって微妙に角度を調節することができるんですよ。
中にそのワイヤーみたいのが入ってるのかな、多分それで微妙に調節して口元にいい位置をこう持ってくるって感じですね。そしてマイクのこの先端にそのセンサーの声を拾う穴がついてますね。多分この内側ですね、内側に見えるかな、3つ穴が開いてるんですよ。これですね、ここから声を拾うっていう感じになりますね。以上が本体のデザインのレビューですね。あとはリモコンもどうなってるか見てみましょうか。イヤホンのケーブルの長さなんですけど、一応記載では 1.8 メートルぐらいだそうです。 1.8 メートルあれば十分だと思います。イヤホンの先端ですね、これは特に問題ないでしょう。それではリモコンですね。なんかリモコンもかっこいいデザインなんですよね。なんかシュッとしてて、なんかこの先ほど説明したヘッドホンの耳の形となんかちょっと合うんですよね、雰囲気が。リモコンはオンオフのスイッチがあって、あとこの音量調節するところがありますね。見た目がね、なんかイヤホンの外側のあのカクカクした感じと合ってていいんですよね、かっこいい。はい、それではね、実際音を聞いてみましょう。それでね、私が思ったおすすめポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。実際にね、ヘッドホンをこうやって自分でつけてみたんですけど、この耳のクッション素材がすごい耳の形にフィットして、全然こう違和感がないというか痛くないし、それでいてヘッドホンが頭をがっちりね押さえてくれるので、こう頭を動かしてもずれる心配はないみたいですね。今からねヘッドホンで音楽聴こうと思うんですけど、何の音楽聴こうかなって考えて、やっぱり今聴く音楽だったら米津玄師のレモンだなと思って、これからねレモンを聴きたいと思います。まああと説明いらないと思うんですけど、ヘッドホン使うときはもう皆さんご存知だと思いますけど、イヤホンプラグをイヤホンジャックに挿すだけです。ちょっとね動画はないですけど大丈夫ですね。おお、低音がすごい。うん、音も綺麗。もうね、声もはっきり聞こえて、あとこの低音がすごいから聞いてて迫力がある。ああ、これいいかもしれないね。うん、すごいよく聞こえる。いいね。聞こえるか。本当はね、直接聞くことができればいいんですけど、本当にいい音です。3000円台でここまでの音が表現できれば買ってもいいのかなって思いますね。うん、まあいろいろ使い方はあると思います。まあ音楽聴いたりとか、まあ、パソコンで何か作業する人とかね、音楽聴きながら、まああと普通にそうですね、あの通勤電車とか学校や仕事の行き帰りで音楽聴きながら行くっていうのも、まあ、ちょっと見た目がやっぱヘッドホンだから、まあイヤホンとは違いますけど、でも全然かっこいいからつけてても全然違和感ない。うん、いいですね。